皆さんこんにちは。大分の高千穂親方です。さあ、新型コロナウイルスですね、緊急事態宣言ですねが、まあ解除もされてですね、まあもちろん油断は禁物なんですが、少しずつ J リーグもですね、再開の動きが目が立ちました。つい今ロケしてるの5月29日なんですけど、先ほどまあ J リーグと話があって、 J1 は7月の4日から、そして J2、J3 は6月27でしたかね。からいよいよ再開するということになりました。まあもちろん無観客も当然ですし、まあ少しずつ、まあ元通りの生活、新しい生活様式に、まあ、進んでいっている段階でございます。まあそんな中ですね、いろいろ J リーグ各クラブですね、この期間、いろいろと工夫されています。例えば大分トリニータを今私やってますけども、じゃあニータ。もうだいぶ色褪せましたけども、布マスクを、まあ、買いまして、こうやってまあ結構私休日の時はこれつけてます。でもう一つ、 J リーグ全体でまあこれからいよいよ再開に向けて機運を高めていこうと、盛り上がっていくもね、ということでこういう企画もあります。じゃじゃん、こちら、これ大分トリニータのマスコットニータンなんですが、 J リーグ、まあ、ステイホーム、家でできることとして J リーグペーパークラフトという企画が行われております。これはまあ各 J リーグのクラブのマスコットキャラクター、これ紙でね作ろうということでございます。そして作って、まあ、SNS でシェアしてですね、 J リーグこれ再開に向けて頑張っていこうと、盛り上げていこうという企画でございます。これおそらく J リーグの公式ホームページからダウンロードいたしました。でこれをですね、今からまあ私は大分トリニータサポーターでございますので、工作を作ってニータン作って盛り上げていきたいと思いますので、皆さんもですね、各クラブマスコットキャラクターダウンロードしてですね、お互い紹介して J リーグ盛り上げていきましょう。ということで今からペーパークラフトを作ります。ということで必要なものがまずこちら紙ですね、各自ダウンロードお願いいたします。そしてハサミで糊でございます。そしてあともちろんやる気とクラブへの相性でございます。まず最初にこちらを切ります。さあ、ということで、紙からですねこの切り取りました。これ切り取るのに実は結構10分ぐらいかかりましたけど、さあこれをですね今からくっつけていくんですけども、番号が振ってます。同じ番号のところ1だったら1同士でくっつけるそうです。それをちょっと今からやっていきます。ということで、くっつけていきます。ごめんなさい、さっきね画面映ってなかったということで、どうかな、こう、まあ、折ってってこことここかなっていうところをちょっと折りつけていきます。首ができましたが、なんかちょっと貼り付け方は分かんなくていびつです。 Oh my god。 さあ胴体ですけども、なんか胴体もいびつというか、この薄紙でやってますからね、本当はこう厚紙でやった方がいいんでしょうけど、貼り付け方とかが難しいというか、私自身本当不器用なものですから、不器用ですからけど、この胴体のこの青の色とか見ると本当アニータンとか大分トニータらしいなって感じがしてきます。まあ、このように今度ですね、あとかいとか書いてますので、こことここをこう一緒にドッキングさせますね。いのところはい、あのところはあという感じで入れていきます。入るかな、なんか嫌な予感がします。ということで一応できました。じゃんじゃん、いびつなニータン。すいません、本当これね恥ずかしいんですけど、結構まあ私がそもそも不器用というのもございますし、完成しかもこれ薄い紙で、実はあまり説明書読んでなくて作ったものですから、こんな形で申し訳ございませんが、まあこういう形で、まあ、私なりの形ができました。ぜひ皆さんはですね、もっと素晴らしい、かっこいいキャラクターを作っていただきたいですし、まあ、各クラブのですね、作品、大変楽しみにしております。ぜひよろしくお願いします。ダブルニーター。ということでですね、J リーグ再開待ち遠しいですけども、ね、まあ、しっかり、まだ引き続きコロナ感染防止に努めて、そしてまた元気にサッカー、日本中活気づきますようにお願いいたします。
それから J リーグペーパークラフトですね、ハッシュタグつけて、ぜひ皆様共有しましょう。ね、楽しみにしてます。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。ということで、じゃあ皆さん、また会える日まで、また。